わかってるんでしょう。自分はわざと悲劇のヒロインを演じてる。なんで私だけが、どうしてそんな自分に酔ってるんじゃない。もう一人の私が囁いた。歩いてきた足跡を振り返ってみて、いつもとは違う道に進んだって言ったよ。本当に辛いけれど、苦しいけれど、誰も見てないなんて言わないで。たとえ誰かがあなたを否定したとしても、